どうも、みつみついです。地球に優しいヒゲです。あわよくば、まさとです。はい、というわけでね、ポケモン ORS というわけでね、まあ、ね、今回まさとさんが ORS でね、初登場と。はい。まあね、今回何をするかというと、うん。ね、ヒゲとまさと。まあ、君らはね、なかなかガチだと、私は聞いておる。いや、そんなこともない。なかなかガチに、うん、ガチなポケモントレーナーだと私はね、いや噂聞いておる。そうでもないな。このね、ガチな二人がね、ガチで育てたポケモンのガチな対決を。お前ハードル上げるんじゃないよ。私は見てみたいなぁと思って、はい、今回は二人にガチで対決していただきます。はい。はい。ね、どうですか、まずは、西の虎、ヒゲ。西の虎か。西の虎、ヒゲ、うん。意気込みの方。いや、一匹で抜かれないように頑張るよ。低いな。じゃあ、東の竜。お東の竜ってまんまだなんか。東の竜。まさとや。そうですね。まあ、無傷で勝ちたいと思いますよ。おなんか、二人のなんかこう、なんか、キャラの作り方の方向性が全然違います。こらこら言わないでくれ、そういうこと。じゃあ、というわけでね、二回戦やろうと思うんで、こう、三匹三匹で。はい。じゃあ、まず一回戦目いきたいと思います。はい。勝負じゃー。勝負じゃー。はい。じゃあね、三匹ずつね、お互いポケモン選んでいただいて。ね、おなぜかマサトに 4匹いるけど、まあ1匹は空を飛ぶ要因なんで。そうだ、ね、関係ない関係ない。うわ、鳥だな。確かに3分の2が鳥っていうのはね、ちょっと一体嫌なポケモンがいんな俺の中で。マジで、うん、どれなんだろう。はい、ヒゲ対マサト。よし。ちなみにね、画面はマサト視点となっております。はい。お互い1匹目はね、何なんでしょう。さあ何で来る。お、何だ、サムライ。サムライ。 お、色違いだ。かっけー。茶色い、茶色い。セールスマン。モグロ福蔵かな。サムライとセールスマン、どっちも職業ですね。威嚇か。これはいやー、どうだろうこれ。わ、どう、あ、こういう技構成になるんだ。はい、いや、見てないからわかんないけど怖い。怖い。これ、あ、変えてこなかった、よかった。あ、電気使うんだね。あ、使うんだ。お、すげえ、ほぼ落ちてんじゃん。気合の助けか。なるほど、じゃあもう落ちてたの実際。うん。ブレイブバード、おお。痛い。お、どうなる。痛い。おお、こっちも。すげえ、ガチっぽい。お互い気合の助けだ。へえ、そうなんだ、気合の助けってここなんだ。あ、死んだ。やべえ。そっか、なるほどね。なるほど。そっか、どうくるかな。それはヒゲだで、鳥に愛情を感じられない。鳥使いしてプレイ。なんかもうちょっと、うわーとかさ。なんかこう、業務的にね、鳥の死を受け入れるヒゲ。サミダレ。5月の雨だ。あ、また色。好きな色違う。え、何今の。あの、コンテスト。あ、もう。全て制覇。なるほどね。ってことはコンテストマスターだ、ただの。お、空飛んだ。相手の方がさ、やっぱ早いな。やばい。お、道連れ。なんじゃこりゃ。すげえ。なんかいい。やっぱそういうタイプか。なんか言いたいけど、なんか、ああ、状態異常になって、なんとかみたいな。いやー。なるほどね。セールスマン。いや、まあ、死ぬやろ、今のは。いやー。今のは耐えれんだろ。ああ、そっか、道連れか。うん、そうだよ。まあね、いや、効果がいったんだけじゃないんだね。テリー、テリーを信じて、いいからいいから。家の鍵、これはまずい。クレイ、家の鍵どれだよって話だよ。4つついてっけど。4畳いんのか。やばい、やっぱり。バッキャロー。しかもこっち方か。お、すごい。あ、でも落ちないんだ。やばい、家の鍵旅の腰持ってんな。そうか、これは。待って、ちょっと。これ攻撃力上げていいのか。なんだろう。わからない。怖いな。ああ、これは握手だったな。後楽園遊園地で僕と握手。ああ、いやいや。もういいや。捨てよ。捨てよ。家の鍵さようなら。家の鍵。なんだろう、最後何が。おい、家の鍵が。お前家帰れなくなるぞ。本当や。いいのかよ。
いやーこれはちょっときつかった。ドラマルモン。ドラマルモンか。ポケットついてる以外別物だけどな。これじゃい。ドラマルモン。ドラマルモン進化。おお。ガキが大きくなった。あと一緒。ガキが二足歩行してる。やばい、やっぱ早いな。おお、地震。これは足りないだろう。おお、すげえ。特性に負けた。あの二回攻撃できるって、うん。すごいよね、メガガルーラ。メガガルーラっていうかメガガルーラのガキがすごいのかわかんないけど。でも結構いい勝負だったんじゃないですか。いやー、クレフィア無駄死にだった。いやー、まあ、一戦目はね、マサトの勝ちということで。はい。二戦目はどうなるでしょうか。ヒゲがね、色違い2匹出してきたところあたりはなんか、若干僕は自慢かなと思う。若干見せたかったんじゃないかなって感じもしなくはないんですけど。いや、でも 5V ですよ。5V、ああ、うん、ステータスも。ステータス優秀で、色違いってすごいね。相当粘ったね。はい、じゃあ2回戦目行きましょう。はい。はい。どんなパーティーが出てくるのかな。ヒゲはどんな虫ポケモン出してくるのかな。モルフェスト。おお、なるほど。ついにだね。いよいよヒゲの本気って感じがするな、これも。あ、やべえ。ん？そんなやばいの？あの子に負けたら、なんか僕としてはなんか。ああ、はいはいはい。なるほど、なるほどね。ヒゲの、なんつうの、アイデンティティ的な部分だもんね、その辺は。うん、そうだね。そこは譲れんよね。そうだ、あいつには負けられない。ね、あいつだけは落とすと、少なくても。まず低い志である。ああ、ヒゲ勝負だ。カザキ4文字好きなのかな。うわ、ひらがな4文字好きなの。つくね、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 やめろや、食いもんに。さすが鳥に愛情もかけろ。うわ、メガ進化。俺初めて見るのメガ進化。メガ進化ちょっと鮮やか。ちょっと鮮やかになる。頼む、耐えて。なんかちょっと不良になっちゃったな。ブレイブバード。やっぱトリポケではブレイブバードなんだね。なんか。ああ、耐久高いな。よかった。暴風、お、名前かっこいい。ああ、鳥が巻き散ら。ギャー。よし。おお。鳥対決で。耐えた。そこで勝たないと。鳥の人が勝った。やっぱ鳥は鳥や。餅は餅やみたいな。いれば。いれば。なんかもう。可愛くねえ名前。せっかく可愛いポケモンなのに。なんかあの技を使ってきそうだけど、まあ仕方ねえわな。あの技が俺にはわからないんだが。俺もわかんない、あの技。お、メガ進化。俺初めて見るかも。お、なんか袴みたいなの履いてる。何これ、あざとい。やっぱりだ。これで負けたことあるんですよ。そうなんだ。口でも結構使われんの、対戦で。対戦で、うん。なんか俺強いイメージないけどな、チートに。メガ進化すると結構ね、攻撃力がめちゃくちゃ上がるんです。確かになんか見えてる映像の部分エグいな。全然可愛くね。ブルーハワイ。マジか。ブルーハワイ。プレッシャー。やっぱブルーハワイはプレッシャー放つんだな。食紅だらけ。ゲッ。それか。何すんの。お、怖い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 。怖い怖い怖い。なんか怖いよ。落とせ、落とすんだ。これで落とす。どうなるかな、はい。お、でも効果を耐えたっていうか持ち物か。あの気合いのたすきって持つんだね。え、待って、心の目がめっちゃ怖いんだけど。初心者並みの感想。心目あんなんだってよ。超強い技出してくるのかな。え、もしかして絶対レードとかないよね。え、絶対レードあるっけ。いや、あるとしたら悩んでないでしょ。逆に悩んでるってことはなんか違うんじゃないの。あー、怖い、あれが怖い。でも打つしかない。あ、いや俺読んで違う技やってくるかと思った。あ、なんか交代かなんかするかと思ったけど、そうそう、もう一回心の目を使おうかと思ったんだけど。どういうこっちゃ。え、もう一回心の目、わかんない意味が。あ、そうか、攻撃技じゃないのを使おうとしたってこと。そうそう、不意打ちが怖かったんだけど。ああ、無駄にしちゃうってこと。あ、威嚇痛いな。あ、失敗したな、これは。なるほど、威嚇痛いよ。ヒゲの生き様じゃん。なんかもう嫌なことした。なんかもうアラクエのヒゲがなんかやりそう。アラクレヒゲモノが。ここで交代。マサさん。クレセリア。命がけ。
ヒゲの生き様。ハハハハハハ、一矢報いて死のうとしやがった。耐えちゃって。その生き様、まるで侍。まあ、生き様は侍やった。勝負は負けたけど。いやー、読みに失敗した。はい、というわけでね、はい、ヒゲとマサトのね、ガチ対戦というわけで、はい、マサトが2勝というわけでね、はい、うん、強いね、やっぱり。強いっす。いや、でもヒゲくんはね、鳥にこだわってましたから。まあそうだね、うん、いやでもガチパーといったら私これなんですよ、ね、やっぱ鳥以外はあんまり育ててないんだ。まあニドクイーンとかいたけど、ニドクイーンとオタチとジュゴンしかいない。ジュゴン、ジュゴンまだ育ててないけど、まあ候補としてはジュゴン。そうなんだ、すでにブルーハワイがいるのにわざわざ氷足すんだ。そうなんか好きなんですよ、ね、なんかもっと広げないんだね。ヒゲこだわってる感じあるけど、俺もう堂々と中ポケ使ったのがなんか恥ずかしいよね。まあ、確かにマサトはなんだろう、あんまりそういう対戦系とか詳しくない俺でもなんか、ああ、よく使ってそうっていう。うん、ゲンガーとか。いや、ゲンガーはまあ好きだから使ったんだけど。まあ、ゲンガーは好きって言ってたしな、うん。そうですね。確かにな。あの鍵とかも使われてんの結構。鍵はどうなんだろう。いたずら心が強い。そう。ああ、ほら、いたずら心で何？変化技を先制で、さっき威張る俺使って失敗したけど、あれを必ず先制で打てる。へぇ、あの威張るとかそういう変化技、攻撃技じゃないよ、技。例えば剣の舞とか、あ、そういうのを先制で必ずできる技なんですよ。技じゃない、特性。それってメリットは何？先制でできる。先制でできて、それ積む技って メリットあんの？先制の。いやでも威張るとかで先に混乱させちゃえば、威張るはそうだね。で本当はこのクレッフィあっさり死んだけど、結構割と耐久に努力値振っててあんま実らなかった。それをまあ偶然潰されたと、うん、あと本当は電磁波とかも身代わりとか覚えてるから、そうやって耐えて耐えて相手を嫌がらせにする感じのやつだから、マサトの少年みたいなことそれでね、ガチ対戦してきましたけどもね、はい、はい、ね、いかがだったでしょうか。どうでした？もう言い残すことはない。生き様がね、生き様が垣間見えたからね。そうだね、ほんとね、鳥以外は育てよう。結論、鳥を適度に諦めよう。あ、まあそういうわけでね、はい、はい、じゃあこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様です、はい、お疲れ様です。